読売新聞ニュース、読売新聞ニュース、読売新聞ニュースシリーズは読売新聞が提供するニュース、またはそれを主体とした放送番組のこと。もともとは三社ニュースの一角。日本テレビ開局直後の1953年8月31日にスタート。初期はニュース映画、当初は読売テレビニュースという表題だった。 2000年9月まで毎日午後と深夜の各10分ずつ日本テレビと関東地方の独立局夕刊のみいわゆる5社ニュースの枠などで放送されさらに2002年3月から2008年3月まではヒテレジータスも放送されていたニュース番組読売映像旧読売映画社あとに読売スタジオと統合制作協力1955年4月 ラジオ、東京テレビ、現、TBS テレビの開局で同局からも放送されるようになった。日本テレビが放送したものは、読売映画社の制作によるニュース映画であったが、ラジオ東京では、当初自社制作のスタジオニュースで、読売新聞記者がニュースを読み番組を進行する、傍ら、解説を務めていた。1958年8月、読売テレビの開局に伴い、 読売ニュースの放送を開始、NTV ニュースのタイトルを差し替えて放送。このタベット、読売テレビニュースも放送。その後、読売テレビ向けと同様に、日本テレビの NTV ニュースを、読売新聞社協力のクレジットをつけて全国に放送した。1962年4月、名古屋放送、現、名古屋テレビ、メッテレでは、 開局と同時に日本テレビの朝7時のニュースを読売新聞朝7時のニュースにタイトル変更して同時ネット。名古屋テレビは1973年春に日本テレビ系列を離脱することとなるが、戦術のタイトルでいつまで放送されていたかは不明。当時、名古屋では読売新聞は発行しておらず、中部読売新聞、現、読売新聞中部支社は百七十五年に、 相関された。新聞と在京テレビ局の資本再編に伴い、1974年3月、いっぱいで TBS テレビでの放送が打ち切られると、これまでの日本テレビ TBS テレビ各2日置きの放送から日本テレビでの連日放送となり、放送時間も半年後の1974年10月からは、夕方5時50分6時から、夕方5時5時10分に移行した。 さらにその後、1982年から夕方3時50分4時の10分間に放送時間を移した土曜日は従来通り夕方5時スタート。なお、夕刊のニュースはこれ以後原則として夕刊が配達される地域中心に放送されるようになった三院中央テレビジョン放送日本海テレビジョン放送などのように夕刊のない地域での放送も一部あり、 日本テレビでの連日放送体制以降、読売新聞東京本社内に日本テレビのスタジオが設けられ、1977年4月4日、放送部によりそのスタジオから放送されるようになった。基本的には、読売新聞の紙面をバックに、紙面記事からキャスターの解説を加えて、ニュースを伝えるという定裁だったが、1996年のタイトル会題以後は、 VTR も使われた。エンディングには必ずキャスター席にある、東京本社の代表電話番号のパネル、後期はテロップを表示し、サイドに縦書きで、読売新聞社テレビスタジオという字幕を出していた。また、その後テレビ神奈川、千葉テレビテレビ埼玉、テレビ和歌山でも、5社ニュース枠の5時50分6時の枠で実写放送、週1回程度、 主に火曜日だが、テレビ和歌山は、平日の毎日放送。同じ内容をつぼねを変えての実質再放送。千葉テレビでは放送後、5社ニュースローテーションが、字幕表示されていたされた。番組のスポンサーとして、日本テレビでの連日放送体制に移行してからは、午後枠に限り、東京電力の一社提供となった。ネットを受けていたつぼねのうち、 静岡第一テレビも1979年7月の開局に伴うネット開始以降、同じく午後枠は東京電力の一社提供枠として続いた。一方、大阪読売テレビでは1982年4月3日から2000年9月29日の終了まで夕刊の時間帯は大阪本社独自の企画ネットとしての 読売新聞ニュースが放送されることになった後期は5分に章。これとは別に読売新聞ニュースの姉妹番組が相次いで登場した。1978年に読売新聞明日の長官がスタート。さらに放送開始時期は不明だが、新聞休館日の午前中、主に10時30分からだった。ごく初期の頃はカリキュラマシーン、おはよう。 子供ショーやアニメ再放送枠多い。漫画だ用の枠内の8時頃に放送されたことがあった。1月2日は除くには、読売新聞テレビ長官も放送するようになった。こちらのオープニングテーマミュージックは、夕方の放送の短縮バージョンというアレンジであった。1996年3月まで、それ以前にネットを取りやめたつぼ根もあり、午後は、読売新聞ニュース、夕刊、 深夜は、読売新聞明日の長官というタイトルで放映してきたが、1996年4月から、それぞれ読売新聞有、読売新聞ハイイ有敢、読売新聞ハイイ長官と変更した。同時に土曜日有敢の放送は廃止された。新聞休館日のテレビ長官は、1999年12月13日放送を、最後に打ち切り、それ以外のハ囲イ勇 ハーイ長官の両番組も2000年9月29日で放送終了となった。2002年3月に開局した CS デジタル放送日テレジータスにて読売新聞ニュースが開始された。当初はデジタルニュース、文字ニュースも放送されていたが、やがて女性キャスターが一人で進行し、当日の読売新聞の記事を紹介するスタイルに落ち着いた。ニュー製造に関しては、 日テレニュース24からの提供を受けることもあった。この番組も2008年3月28日をもって終了した。なお、同時に始まった読売ニュースナビは2012年3月まで10年間続いたが、日テレ KCS 放送のすみ分け、日テレジータスースポーツ専門チャンネルの位置づけを明確にするために伴い終了なった。地上波での動きとしては、 2004年1月から関東地方ローカルであるが、読売新聞社も制作に参加する日本テレビの番組、イブニングプレスどんなの放送が始まる。この番組では、読売新聞有観の注目記事紹介が行われている。ただし記事紹介は2項目のみ。単独番組としては一旦は2008年3月27日で終了し、翌週からは生ワイド番組、 アナパラに事実上吸収されるが、同年7月31日にアナパラが終了したため、再び単独番組に戻った。当初は、読売新聞の第一線の記者、カット・夫、ノブを、深沢市一、長井清雄洋がメインに登場していた。その中で1984年10月から1986年3月までの土曜日に限っては、生放送のバラエティ番組として、 TV 海賊チャンネルが、明日の長官を内包する格好、中断扱いではなく、番組内の一つのコーナーとしての扱いで、放送されており、キャスターとして、東京本社電波報道部の金工賞、タスク、コーナー振興役及び日本テレビスタジオとの掛け合い役として、タレントの市川香織が担当した。その後、1988年頃からの、明日の朝刊では、日本テレビの記者、 アナウンサーや外部のキャスターらが担当するようになっていった。さらに、ハーイ長官に解大した1996年からは、読売新聞の記者と以下のような外部の女性キャスターとのペアリングとなった。夕刊に関しては、カット・オノや、後に、テレビ岩手代表取締役会長に就任した中野志郎が担当していた。また、明日の長官末期から、 ハーイ長官初期の土曜日には、読売新聞の英字紙、ザ・デイリー読売、放送当時、現、ジャパンニューズの女性記者のヘザー・ハワードが、レギュラー担当、同志からのトピックを数項目放送していた。なお、地上波の最終回は、矢田真由幸が担当。G 版での最終末、2008年3月に、出演していたキャスターは、次の3人であった。ラジオ版、 読売新聞ニュースは、ラジオ東京、現、TBS ラジオ開局の1951年12月から、スタート。当時の TBS テレビ同様、朝日、毎日と交互で確実に放送されていた。その後、北日本放送でも放送される。1974年3月に TBS ラジオでの放送が一旦は打ち切られたものの、 巨人戦ホームゲーム中継権の関係で、1978年から一時的に、読売新聞ニュースの放送が復活した、詳しくは、ラジオ日本ジーアンツナイターを参照のこと。ただし、巨人戦ホームゲームの中継権が完全に、フリーとなった1995年4月以降は、TBS ラジオでは放送されていない。一方で、1978年1月からは、 ラジオ関東、現、ラジオ日本より、連日放送されるようになり、2012年10月からは、ラジオ日本ニュースに解体したものの、引き続き読売新聞が協力している。また山口放送や西日本放送などでも放送を、開始した。さらに1980年以降、地方 FM ラジオ局が、次々と開局したことに伴い、読売新聞ニュース、または、 読売新聞関与の情報番組もまた放送するつぼねが増加している。このほか、日本各地のコミュニティ放送でも読売新聞協力のニュースを放送するつぼねがある。例、FM 入口、FM 花子、花子ニュース。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。